どうも、こんにちは、金満腹です。まとめサイト、皆さん見ますよね。僕も、まあ、見ます。大体なんかまとめサイト見てると定期的に、まあ、卵かけご飯とか、チャーハンとかっていう、のまとめがね、出てきました。大体毎回書いてあること一緒なんですよ。大体、でもまあ定期的に出てくるんですよね。チャーハンがどうたらこうたらみたいな。って思うのがですね、大体書いてあることを、火力とかね。火力、確かに、パラパラの方が美味しいですよ。ただ、頭の中に、まあ、チャーハンっていうのはパラパラっていうもんだっていうのがありますからね。ただ、家で作ったって、お店のこのパラパラ度にはいかないかもしれないですけどね。これくらいのパラパラ度にはなるわけですよ。べちょべちょにはならないですよ。下手なことしなければ、べちょべちょ、まあ、ちゃんと、仕事すればね、まあ、下手なことしなければ、それここにはいかないかもしれないですけど、これくらいには、いきますよ。ええ。で、まあ、何パラペチャ、パラペチャが、まずいのかって言ったら、別にそういうわけじゃないじゃないですかね。べちゃべちゃがまずいわけじゃない。じゃあ、おかゆがまずいのかって言ったら、ベッタベタで、ぶちゃぶちゃですけど、おかゆ別にまずいわけじゃないですしね。頭の中にこれしかないのであれば、まあ、これがまずいってなっちゃうのかもしれませんけど、食べ物としては別に、まずいわけじゃないし、十分美味しいですからね。それにタイ人に、タイ米とね、あ、ごめん、話が全然関係ないな。今タイ人に、コシヒカリとタイ米どっちが美味しいんですかって聞いたら、多分タイ米って言うと思うんですよって言おうと思ったんですけど、ちょっと話がつながんなくなると思うんで、やりました。ね。パラパラ、そこまで大事な要素じゃないと思いますよ、チャーハンのパラパラとは。パラパラの方が、まあ、美味しくは感じますよね。イメージがありますか。あと何？卵、ご飯に卵を、こう、やってから、炒めると、パラパラにできて美味しいとかね。そんなわけないじゃんって。だって、お店で食べるチャーハンってさ、そうですかって話。お店で出てくるやつって、なんか、卵の破片っていうかありますよね。程よく、ご飯と絡んでて、程よく、卵のかけらがあるから、それも食感として美味しいんじゃないですか。最初からね、卵混ぜたら確かに、表面周りがね、卵にコーティングされて、パラパラにはなるけど、またちょっと話戻すけど、パラパラがじゃあうまいのかっつったら、そうじゃないじゃないですか。じゃああなた、ね、納豆めちゃめちゃ美味しく食べたいって思った時に、フードプロセッサーにね、かけてね、ご飯と米を、もう、ぐっちゃぐちゃ出てきて、美味しいと思いますか？思わないですよね。ピザ頼みました。ピザハットにね。ピザーラでもいいですよ。ドミノピザでもいいですよ。ピザ来ました。こう円盤の中に、ペースト状になってるわけ、具が。なんか、オレンジ色のペーストが乗ってると。怒りますよね。程よい、バラバラが大事なんですよ。だからあんなね、ありませんから。普通に考えれば、わかるじゃないですか。僕全然、その料理の仕事の経験なんてないですよ、はっきり言って。ね。言ったら、居酒屋で、掃除の仕事をね、掃除のバイトをしてたくらいですよ。言ったら料理関係の仕事の経験って言ったらそんなもん、ね。普通に、なんか言われてるからね、なんかパラパラが美味しい、ね、ウェイパーがうまいとかね、米とね、卵をあれすると美味しいとかね。もうね、なんか言われてる、もうね、自分で考える。ことをしてない人が多すぎますよね。なんか、今思い出したけど、スパゲッティを、にね、茹でるときに塩がいらないとかね。もういいや、その話が長くなるんで、そう、ウェイパーもそうですよ。なんか、ウェイパー、ね、売れると、うまい。ウェイパー最強みたいなね。そんなことないですよ。そんな、ウェイパー。僕ね、そう、話、ちょっとまだ、前後しますけど、家でね、普通の子が、まあ、中学生、高校生くらいがね、
チャーハン作るとするじゃないですか。チャーハン作って塩入れて、ちょっと賢ければ味の素入れて、それで醤油入れたりしません？醤油。醤油っていります？お店で食べたチャーハン美味しかった。そこに醤油要素ってありました？ないですよね。ないんだよ。なのになぜか醤油じゃ、あのね。でも、中華料理とかのなんか、レシピありますよね。なんでか知らないけど、醤油結構入ってますね。っていうか、醤油めっちゃ入れてるじゃないですか。いろんな、なんか外国の料理に。外人、醤油入れるか？でもね、あのね、中国人、まあちょっと、中国人のね、人に料理を振る舞ってもらう機会があったんですよ。美味しかった。で、和食が出てきたんですよ。和食。なんだったかそれが忘れちゃった。何？肉じゃがだったかなんだったか忘れちゃいましたけど、美味しいんだけど、なんかね、酸っぱいっつうかね、紹興酒の味がするんですよ。他の料理もそう。だから、わかんない。一人しかまだ、ね、振る舞ってもらったことないけど、もしかすると、中国人も、何でも、かんでもっては言わないけど、何かとその紹興酒とかを入れたりするのかもしれない。だから日本人もやっぱし何でもかんでも、醤油を入れちゃう。そこに醤油の、要素が必要であったかどうかを考えずに、何か醤油を入れちゃうっていうところがあるのかなって。でね、そう、ウェイパー、戻そう。ウェイパーに戻そうっていうか、そう。お店で食べるチャーハンを、が美味しいから家でもチャーハン作るじゃないですか。お店で作るチャーハン、何がうまいって、口に入れた時に、油が全然違うじゃないですか。油。まあ、油単体っていうか、まあ、全体の他の風味も含めて、まあ、油なんですけど、まあ、別に切り分け、そんなね、切り分けて考えられませんからね、そんな。そう、プロは切り分けて考えるのかもしれないですけど、まあ、とにかく口の中に入れて、油がうまいと。すんごいなんか香る。油。で、まあ、ネギがあって、ネギの匂いがしてきて、まあ、キノコは入ってるんだけど、僕はキノコの匂いとかは、ちょっと、そんな、わかりません。ね。まあ、それで、人参と、青ネギ、白ネギあって、で、まあ、人参とかあるかな。で、ナルトね。入ってるところ入ってて、ナルトの食感がね、ちょっとパラパラの中にぬるっとしてるのがあって、そこで最後に、このブロック状のチャーシューがね、ガリって噛んで、もう歯と歯の間からこの匂いがね、こうチャーシューの、ふわーって、それでうまいんですよ。チャーハンって。それを、ね、目指して家で作ればいいのに、なぜか醤油を入れてしまったり、ウェイパーの要素なんてなかったで、じゃないですか。なのにウェイパー入れちゃう。僕ね、何が一番大事かって、パラパラでもなければ、まあ、その卵、まあ、でもなければ、何？ウェイパーダメなわけじゃないんですけど、結局、口の中に入れた時のあの油と匂いなんだよ。あれ何なのって。あれ何なんでしょう。ネギ油なんです。よね、多分っていうか、まあ、ネギ油とかだと思うんですよ。で、ラードから作るネギ油で、豚のあの油の匂いとネギの匂いで、なんでか知んないけど、よくわかんないけど、なんかすんごいに美味しい芳醇な香りがするってことだと思うんですよね。まあ、調べた限りは。で、これもう売ってないんです。全然何も考えないで、美味しいチャーハン食べたいなって思ったんですよ。美味しいチャーハン食べたいって思って、やっぱし油なんだって思って。油というか調味料。油も含めた調味料。なんだなってことに気づいて、なんとなしにこれ買って入れたんです。味の素。これは、まずは、味の素だから化学調味料が入ってるからうまい。全然化学調味料は、美味しいんだから使えばいいじゃないですか、普通に。化学調味料の味が同じ、
ね、どこ行っても、同じ化学調味料の味がするなんて言ってる人いますけど、そんな奴らは絶対、そんなこと言う奴は、まず、化学調味料の味なんて言うほど分かってないと思いますね。いろんなメーカーあると思いますけど、あるじゃないですか。ちょっと名前がパッと出ないですけど、その絶対、嗅ぎ分けられないと思います。これは、説明文読むと、豚骨油に長ネギ生姜を炒めて香りを溶け込ませ、豚、鶏、野菜、牡蠣、エキス、貝柱など絶妙にブレンドした高級中華スープの素。これ何の気なしに入れて、ね、溶いて、食ったんですよ。べちゃべちゃでしたけど。くっそ待った。びっくりした。お店が出てきたと思った。自宅のキッチンにお店が、出てきちゃった。ああ マジで。くっそうまかったですから。これ。まずそのラードですよね。ラードと長ネギの香り。やっぱね、油大好きです、人間。豚のラードとで、長ネギの香りね。そう、わかんないですよ。口の中に入れて、これはラードだな。これは長ネギだな。これはなんとかだな。酵母エキスだな。鶏だな。豚だな。そんなのわかんないですけど、とにかく口の中に入れて、うまいんですよ。複雑性があって。で、貝柱も入ってます。オイスター、牡蠣エキスね。オイスター入ってて。貝柱も入ってる。ほとんどもうね、いいもの。美味しいもの入ってるんですよ。ラードに長ネギ、生姜、ね。で、豚、鶏、野菜で、オイスターと、まあ、貝柱。くそ。これが、数年前にもう売り切れてしまったんですよ。じゃ、これ録画できてんのかな？これね、なんでこれ、売り切れ、本題、まあ、いいや。本題なんですけど、なんでこれ売り切れてしまったんだと、ね。君たちがと言ったらあれですけど、皆様方がね、ウェイパー持ち上げすぎてんですよ。なんも、なんかウェイパーがうまいっていう、なんかみんなが言ってるから、ウェイパー美味しいんだって。こんなうまいものがね、これを持ち上げないといけないのに、なんでウェイパーなの？僕ね、いや、これ買ったんですよ、最初に。とりあえずね。これ買いました。くっそまった。中華だしって、中華だしってこんなうまいんだって思ったの。スープに入れてもうまい。だからね、僕ね、もうね、これ買って、もうしばらくは、もうね、もう一撃でもうね、虜になって、もう一気にこう大好きになってね、チャーハン作るときもそうだし、野菜炒めもそうだし、お好み焼き作るときだって入れたし、当然、そんなに必要じゃないのに中華スープいっぱい作っちゃいました。で、めちゃめちゃ好きになって、めちゃめちゃ嫌いになりました。ね。ほとんどこいつの味のものばっかになっちゃったんで、一気に嫌いになって、まあたまに使うくらいだとね、うまいっていう。マクドナルドですよ。ね。マクドナルド。言ったら。で、中華だしってこんなうまいんだって思って、じゃあいっぱい買おうと思った。高いんだよ、これ。高いの。いくらかわかんない。多分、5、600円するんだよな。うん。買いましたよ。これ。ウェイファン。ね。特価で880円で売ってます。税抜き880円。これ豚ですけど、鶏もあります。中身がですね、ポークパウダー、食塩、上から読んでますよ。ポークパウダー、食塩、豚油、砂糖、昆布パウダー、ポークエキス、酵母エキス、醤油、ほうれん草パウダー、セロリパウダー、調味料。かっこアミノ酸等だから、これが旨味ですね。で、香料。何かは書いてない。原材料の一部に小麦乳成分を含む。原産国台湾。これね、何なのって思った。これ買って気づいたんですよ。中華だしがうまいわけじゃなくって、このシャンウェイがうまかったんだと。まあ、完全に気づいたわけじゃないんだけど、とにかくシャンウェイより劣るなっていう。多分ね、何が違うって、オイスターと貝柱なのかなっていう。で、これはね、ラードから作ってるんだけど、こっちは多分ね、植物系の油だから、その味の複雑性がちょっと劣るんだと思う。長ネギ、生姜も違うんだけどね。こっちはほうれん草とかセロリパウダー入ってるんですけど、やっぱね、貝柱、ちゃうと思うんですよ。貝柱。XO ちゃんだっけ？あれうまいじゃないですか。あ
あれはやっぱ魚介とかが入ってるからうまいんですよね。日本人とか好きじゃないですか。エビとかね、カニとか、カニ、あの、あの、まあ、カニもいいんですけど、なんだっけ、貝とかね、好きじゃないですか。もうオイスターね、牡蠣も好きですよね。だからね、そこが違うのかなって思って、売ってるんですよ、ホタテエキス、貝柱エキスっていうか、これくらいの瓶に、流状でね、はい、売ってるんですけど、くっそ高い。くっそ高い。だこれに、その貝柱とかのあれを、追加で買えばいいんだけど、じゃあこれでいいじゃんってなるんですよ。でもこれが売ってない。で、僕、これが美味しくないと思ったの。外れ買ったんだって気づいてなかった。中華スープが美味しいんだって思った。中華スープね、シャンウェイじゃなくて中華スープが美味しいんだって思って、で、これ買ったら、まあ安物だったから。安物だから美味しくなかったんだなって思って、買いましたよ。ウェイパー。買いました。ぶん投げました。まあ、投げてないけど。投げるふりして、高いから、って戻しましたね。高いでしょ。まず。だって、これがいくらかわかんない。500円くらいすんのかな。これが808円でしょ。税抜き。250缶で多分600円か700円くらいするんですよ。くっそ高い。内容がね。食塩、肉エキス、カッコ、ポーク、チキン、野菜エキス、動植物油脂、砂糖、乳糖、小麦粉、香辛料、調味料、カッコアミノ酸と。まあ、全部書いてるわけじゃないんですけどね、まあ両方。言ったらね、比較したら、他のと比較したら、しょっぱいだけの中華だしですよね。中華だし、中華スープ、中華だし。深みがないっていうか、保存性を良くしてるためか知んないけど、やたらしょっぱいんですよ。食塩多すぎ。一番最初にこれ食塩書いてあるでしょ、これ。食塩が。こっちは香味油が最初に来るから。これも原材料名にポークパウダーが先に来る。こいつだけですよ、最初に食塩が出てくるのは。全然ね。まあでも中華スープは作れますよ、これで。でも、他のと比較すると、いやもうね、しょっぱい、塩味が強くって、風味がね、あんまし劣るんですよね。だから、全然。一応使ったは使ったんだな。で、おすすめは、お金ないんだったらこれでもいいと思うんですけど、口に合わなかった時にリスクが大きい。でも別にこれはまあ、あともう少しで使い切るんですけど、本当はね、僕話、本題言わせてもらうと、ね、もうね、君らが持ち上げすぎたために、ウェイパーだけインフレ起こしちゃって、シャンウェイが全然脚光浴びないでね、これ、なくなってしまった。今、シャンウェイは、これは、香味ペーストになってます。味の素。香味ペースト僕、これなくなってショック受けました。ね。ショック受けて、未だに持ってますよ、この缶。ショック受けて、やめちゃったのって思ったら、味の素は次はチューブで出してきたんですよ。香味ペースト。CM よくやってますよね。なんで僕この CM やってくれなかった、やってたかな、やってたかもしれない。あっちも多分ラード系とかね、動物系の、油だったかな。まあ、ネギの香りがして、これとね、ほとんど似てるんですけど、あっちは、牡蠣エキス、貝柱とかがなかったはず。そうだな、そう。そこがないんだよ。牡蠣エキス、貝柱がない。だから、どうしてもこれを再現したいというか、これの味を知りたいっていうのであれば、香味ペーストを買って、そこに、まあ、オイスターとか、貝柱とかを入れると、これに近づくのかなっていうかね、ほんとね、味の素さん、これほんと、再販してください。お願いします。もうね、これ再販決まったら僕全力いけますんで、味の素。
味の素買うね。あ、で、あ、そう。だから、今日何するかって言ったら、あんまつながりないんですけど、ネギ油作ります。